あらすじ。再生回数の低下に悩んでいたオカルト系 YouTuber、アメ男こと雨宮。ある日、マネージャーの柳本から引っ越し予定の一軒家の間取りが変だと相談を受ける。まあそれがこういう間取りなんですけど、キッチン横の謎のスペース。二重扉の子供部屋、違和感しかないその間取りを手に、不動産会社に勤めていて信仰もあるミステリー愛好家の栗原に助言を求めることにした雨宮。次々と浮かび上がるその部屋の違和感を紐解き、恐ろしい仮説を立てていく栗原。するとその矢先、この物件の近所で凄惨な死体遺棄事件が発生。すぐさまこの事件と物件を関連付けた動画を投稿したところ、すごい勢いでバズって、するとどうやらその家に心当たりがあるという宮ゆずきという女性が雨宮に接触。新たな謎も発見され、これ以上踏み込めば取り返しのつかないことになるかもしれないと分かっていながらも、どんどん闇に迫っていく雨宮と栗原。果たしてこの間取りには一体何が隠されているのかというお話でございます。こんにちは、どうもひかるです。ということで今日は映画変な家についてネタバレなしで思ったことをいろいろ喋っていきたいと思いますので、ぜひ鑑賞前のロイター版、鑑賞後のマットにしていただければと思います。さあ、この映画変な家、まず設定が面白いですよね。間取りからその家で何が起きていたのかという秘密を読み取っていくっていう、めちゃくちゃ想像力かき立てられて余計にゾッとしてしまう素敵な設定ですよね。子供の頃にモデルハウスのチラシ見て自分の部屋どこにしようかなって妄想してた時と近しい面白さありますよね。で、恥ずかしながら僕はこの原作小説全く読んだことなくてですね。で、なんなら原作者のうけつさんもああいう見た目をしているっていうことに以外全然知らないんですよ。察しの悪いウケツしかちゃんと動画見たことないんですよ。だから本当に新鮮に楽しめたというか、全く前情報ないっていう状態で見れたんで、いいねいいねと、間取りの秘密教えてくださいよ、教えてください栗原さんと、ウキウキで見てたんですよ。最初までは、そういう話だったの？え？そういう話になっていくの？いや、先言ってくれないと、ねえ、困りますよ、ゲッツさん。先言ってくれないと、こういうことは。てっきり僕はいろいろな間取りを見ていったら、それが全部何かしらで繋がってたみたいな、ちょっと怖いサスペンス系の映画なんだろうなって思ってたんですけど、もうね、全然がっつりホラーじゃないですか。だからもう先に言っときますけど、これ結構がっつりホラーというか、がっつり怖い映画になってるんですよね。いや、まあ原作読んでないお前が悪いとか思われても仕方ないとは思うんですけど、いやちょっとね、これ原作読んでない人、あの予告しか見たことないっていう人は、みんなこの急ハンドルの切り方にビビっちゃったんじゃないですか。チューニング合わせるの難しすぎたんですけど。だからその僕が期待していた変な家から考えると、正直に言うと、中盤の雰囲気変わってからの展開っていうのは、いやちょっとおもんねーって思ってしまいましたね。まあ、これはほんと僕の感想。ただ、後半のあの展開。なんすかあれ。あの美術、あの雰囲気、あのキャスティング、いいじゃないですか。俺マジもんじゃねえか。もうここら辺の後半何が起きるかみたいなところについては、これから見る人のために言わないでおきますけど、確かに後半のめちゃくちゃバカでかい種明かしが待っていると考えると、あのトレーラーの分量は正解だったと思いますし、これから見る人はこのトレーラー以上の濃い内容が待っていると思いながら見に行ったら、しっかり気持ちも作れて楽しめると思います。いやー、確かに変な家だったね。佐藤二朗、あとさ、本作の佐藤二朗良くなかった？まあ、僕は常々言ってるんですよ。コメディおじさんな佐藤二朗もいいけれど、この作品のような不気味なおじさんを演じる佐藤二朗もめちゃくちゃいいんですよね。詳しくはこの動画をご覧ください。主人公雨宮の一歩先を行く妙に納得できる推理力、掴みきれない奇妙な人間性。原作で描かれてる栗原さんがどんなキャラなのか僕はわかんないですけど、こういういい意味での不気味な変なおじさんをやらせたら、今の日本の俳優界では佐藤二朗の右に出る者はいないですから。きっとこのキャスティングだけ見て、うわー、なんか福田雄一作品に出てたりとか、そういうなんか面白おじさんとしての佐藤二朗しか知らないから、なんかちょっと不安だなーみたいな、そういう人もいると思うんですけど、安心してください。安心して彼に身を委ねてください。僕を信じてください。さあ、この結構マジモンな映画変な家、まだまだ喋りたいことたくさんありますので、次回ネタバレ
バレありで感想を語っていこうと思いますので、ぜひチャンネル登録そして通知ボタンを押してお待ちいただければ嬉しいです。それでは今日の動画はここまで、次回の動画でお会いしましょう。ヒカルチャレンジでした。アザシとー。